ね、山田です。僕はみんなの RDA と違って、RDA 先週なんですけど、先週、デジタルインフラストラクチャーフォーリサーチっていうのがフォーラムであって、その報告をします。村山さんとか小笠さんから話があった、ヨーロピアンオープンサイエンスクラウドの、集まりって言ってもいいんですけれども、ここで書いてある EGI とかフレーズとか U だと GIAN、オープンエアとか RDA、ヨーロッパの人たちが集まって、まあ、これ以外にもちっちゃいクライアントがあるんですけれども、集まって、議論するような場所で、この EGI と、これって何だろう、この EGI とフレーズってこれ HPC みたいな、日本の K みたいな、K プラス旧帝大、相手は旧大学で日本は HPCI で作ってるんですけれども、このハイパフォーマンスコンピューティングとか、グリッドがこのコンピューティングリソースとか、ストレージ出してるのこの EGI とかフレーズで、U だとは、ドロップボックスみたいなの使ったりとか作ったりとか、あとリポジトリとか、ディスカバリーサービスもそうなんですけれども、そういう、まあオープンサイエンスに絡むようなものを、マイクロソフトのオフィスみたいな感じで全部束ねて出しているのが、この U だといったやつ。これまた後から詳しくどういうものがあるかっていうのは説明します。で、GIAN っていうのは、ネットワークでやっていて、NI のサイネスみたいなスピードハイスピードネットワークをパンヨーロッパで出しています。で、下から2つ目のオープンエアっていうのは、これディスカバリーサービスでサイニーリポジトリからこうダーッとデータ取ってきて、ディスカバリーサービスでやってるのが多くなって、最後は RDA ヨーロッパで、こいつら集まってるんですけど、なぜもともと集まるかっていう と、背景は、ここにちょっとコピーしたやつなんですけど、見にくいんですけど、このデジタルシングルマーケットのストラテジーっていうのが背景にあって、でここで、まあオープンサイエンスクラウドをこうみんな集まってやりましょうよ。で、そのより詳しいところがここら辺なんですけれども、今、EU 系、EC 系で、アカデミックにインフラ出しているところが、もっと連携してやりましょうというのが背景としてあります。で、このプログラムを持ってきたら何か見えるかなと思うんですけど、ちょっと見にくいだけでよくわからないんですけれども、それぞれのセッション、これ1日目で3日間だったんですけれども、それぞれのセッションの中で、各インフラの人がケーススタディを出しながらこう話したりとか、それぞれのインフラの人がこう集まって、何がコラボレートできているかっていうのを紹介したりとか、っていうのが、セッションとして組まれていました。まさに、日本でこういうのをやりたいなって思ってたのがもう始まっているような感じです。で、これ、キーノートのスライドから持ってきたんですけれども、このヨーロッパオープンサイエンスクラウドに関して、このテーマ2つで公募しますよっていう話をしてました。で、テーマ1で40億ぐらい。で、テーマ2で20億ぐらい。この RDA にも 3.5 億出してるので、岡坂さんに頑張っていただかなきゃいけない。個々のテーマでどのぐらい出してるかっていうのを見てみると、こうちょっとウェブは引っ張ってきたんですけれども、U だとってドロップボックスとかそういうのをこう、研究者が使いやすいオープンサイエンスのインフラを作っているような、その開発やってるところが FP7 で16億、ホライゾンで19億、オープンエアの、サイニーみたいにやってるとか、ホライゾンだけでこう13億もらってるんですね。まあ、このぐらい大きな規模で、非常にこう進めているのが日本とはちょっと違うな。で、さっきの2つのテーマは、ホライゾンからこのこう ESOC、EOSC か、オープンサイエンスクラウドのところにこうお金がドーンと入って、それがこう、まあ、コマーシャルのサービスっていうのを積極的に調達しながら、インフラを作っていきますよ。で、コマーシャルでないものは、この、オープンサイエンスクラウドのコミュニティの中で、このインフラが、改めてアカデミックで使いやすいようにパッケージングをしながら、あるいは開発しながら、インフラをこう作っていくというふうにフレームワークが、まあ、こうできてきているというのが、現状です。で、ここに、行くんですけれども、これ UDOT ってやつで、UDOT の中にビートドロップとかシェアとかセーフとかステージとかファインドっていうのがあって、なんとなくこの言葉から何やってくれるかっていうのは分かると思うんですけれども、この、この B2 ファインドっていうところをちょっと取り上げて、まあ何をやってるかっていう、どういう議論をしたか、してたかっていうのを紹介したいと思います。B2 ファインドはディスカバリーサービスで、うちでいうところの、NI でいうところのサイニーみたいなやつなんですけれども、この中で、これは UDAT は UDAT でメタデータのスキーマ決めてるんですね。まあ、これなんで B2 ファインド持ってきたかって、これがオープンエアでコンフリクトしてるんですよっていうのを紹介しようと思って持ってきたんですけれども、まあ、このメタデータスキーマ決めて、このディスチプリンっていうのもこうメタデータの中にあるんですね。で、これ何かどういうふうになってるかっていうのは、まあ、ウィキペディアから持ってきてるんですけれども、これウィキペディアの中の、3階層ぐらいまでの、分野を取ってきて、それをメタデータで表現さ
図書館の人から見たらアホかいなって思う感じがするんですけれども、まあ、例えばオープンエアのやつから見てもこんなのやってもねみたいなことをこう裏でやってるのをこう聞くのが面白かったですね。で、EGI は、すごいんですね。僕もあの FPC のことはあんまり知らないんですけれども、ヨーロッパだけこう多分日本はこれ、EGI は、高エネ系なんで日本はこう、結果が出してると思うんですけれども、 CPU だけで882万の CPU、ロジカル CPU があって、で、まあ、ディスクだけでも、多分、まあ、テープ含めてだと思うんですけども、560ペタのディスク容量を持っていると。まあ、300以上の機関がこう一緒になってやっている、まあ、グリッドベースのインフラみたいなやつ。まあ、ここが、従来は、ハイエンドな人たち向けにこうサービスをやってきてたんですけれども、こう徐々にこの、ロングテールの人にもこのサービスを提供するようにこう切り替えていっているというのが現状です。で、この SME っていうのは、これは、スモール&ミディアムエンタープライズで、これ多分、エンタープライズ系にも出しているということなんですけれども、で、もともとその EGI というか HPCI 系は、それを使うための本人認証っていうのをピシッとやって、この IGTF っていうところがプロファイルを決めて、日本の場合はこの、アジアパシフィックのこの AP ブリッド PMA っていうのを準拠して、それにのっとって本人認証してきた人だけにこの HPC が使えるこの、証明書がこう発行されるような仕組みになっているんですけれども、それも簡単にして、まあ、ログインの、アイデンティティプロバイダーのプロキシーみたいなのを作って、まあ、Google のアカウントでもガバメントのアカウントでもこの、エリゲインっていうのは、日本でいうところの学認っていう、サムルっていうと、プロトコルベースのベースの認証基盤なんですけれども、こういったところからもこう入って、まあ、全部は使えないんですけれども、多分、ある程度のリソース、EGI のリソースはこういった、ロングテールの人にもこう使えるようにっていうふうに持っていってるっていうところが、だいぶちょっと、これまでとは雰囲気が変わってきたな。まあ、これも多分、まあ、意思的に、EU的に、こんだけ金かけてインフラ作ってきたんだからみんなが使えるようにしようっていうふうな指示が、まあ、裏ではきっとあるんだろうなと思います。で、次にオープンエアなんですけれども、でオープンエアも面白いと言って OS Earth、 オープンサイエンスアザーサービスと言ってて、まあ、基本的には、オープンエアはディスカバリーサービスだけをやってたんですけれども、それ以外にも、リポジトリ的なサービスもやってて、まあ、これからは、まあ、単純な論文とかデータだけじゃなくって、まあ、このダッシュボードっていうところを関してこのメソッドですね、研究のメソッドっていうのをきちんと補足できるようにやっていきたいってね、彼らは言ってました。まあ、このちょっと色変わってるメソッドですね。で、プラス機関向けに関しては、ここで集まったデータ、この裏で、論文とか著者とかデータとか、このメソッドっていうのがいろいろこう、入り混じってそれぞれがこうリンクされた状態で管理されていくんですけれども、その情報を使って、機関に対してノーティフィケーションするようなこのブロッカリングサービスとかやっていくと、まあ、こういうのを、日本は、まあ、NII に機関リポジトリのデータがこう全部集まっててオープンエアに出しているんですけれども、まあ、こういった、EU で作ったサービスを、まあ、日本としてはどううまく使っていけるかっていうのを今後調整していきたいと思います。あとNIA がオープンエアで、調整して連携できるようになって、まだこれちょっとしばらく待って、もう少ししてから、ニュースリリースプレスリリースを出そうと思ったらカレンダーウェアレスがオープンエアのやつがツイッターでこんな連携してしましたって言ったのを見つけてしまって、我々、カレンダーウェアレスに出てしまったのでニュースバリューを失ってしまったっていう広報からめちゃめちゃ怒られたんですけれどももうちょっと、うまい連携できてしたから改めてニュースリリースしたいと思います。で、これはメソッドのところですね。メソッドのところがこう入ってきて、こうメソッドリポジトリみたいなのを作って、まあ、こういうのをパッケージングして、リポジトリにこう収めるようなものっていうのも、今後必要になってくるんじゃないかっていうふうに書いてきました。で、でですね、でこういった全体の背景を見て、みんなとりあえずそれぞれのインフラ屋がこうつなげようとしているんですね。つなげようとしていて、まあ、ジアンはネットワークで、まあ、パンヨーロッパでこうガツンと、バックボーン出しているんで、まあ、ここはみんな共通して使っていると。で、プレイスとか EGI もこれはもう単純に、コンピューティングリソースだけじゃなくって、その前の、まあ、それぞれが認証機能とかこの VO っていうのは仮想組織を
を構築するための機能なんですけれども、まあ、プラスファイルが扱えるような機能っていうのを持ってるんだけど、まあ、それがどっちかというとこうロングテールを補足する方向にこうサービスをこう流していると。AI っていうのはこの認証ですね。認証の基盤で、従来は、HPC 系は、XF509 で、クライアント証明書を使ってログインさせてたんですけれども、それプラス、まあ、SAML っていう、日本の確認みたいなものでもログインできるし、Google でもログインできるし、まあ、こういうのも含めて、単純に SAML だけじゃない ARC っていう、集まりを作ってるんですけども、これがまあ横串サポートとしてる。まあ、ここまではいいですね。で一方で、OpenAI はディスカバリーサービスをこういうふうに出してきていて、まあ、リポジトリも持っているんですけれども、まあ、UDAT と連携しながら、まあ、メタデータ連携してインターオペラビリティを確保しますよって言って、まあ、これも、まあ、喧嘩しながらも、まあ、進むんだと思うんです。で、UDAT はロングテール、まあ、メインなんですけれども、EGI 系とコラボレーションしながら、こう、ケースタディをこう集めていくって、まあ、ここも連携していて、で僕こう話聞いてて、やっぱここの VO のところのインターオペラビリティが今全くないんですね。HPC はそれぞれが VO をシステムの中で作ってるし、UDAT もそれぞれがシステムの中で、VO を作ってると。で、ID の、SAML フェデレーションも VO の機能を持ってて、この VO の、情報っていうのが、インターオペラブルにそれぞれの基盤をこう行き来するような標準なり、取り組みっていうのは今なくて、まあ、ここが多分ポイントに今後なってくるんだろうなというふうに、思いました。で、あまり時間ないのでここで、語ろうと思ったんですが、これちょっとスキップしてまたの機会で、僕と一緒に、NI の船森がですね、このデジタルインフラストラクチャーフォーリサーチに来て、彼女から僕インフラ屋なんであんまり初めまして、私は研究所の森です。先ほど小宮山さんからあったように私もニューカマーで4月に着任したばかりでまだオープンサイズというかオープンデータって何というような世界のものです。3月までは東大の本部でIR インスティテューショナルリサーチャーというものをやってました。執行部の意思決定を支援するので役割なので割とポリシー周り高等教育の動向であったり大学マネジメントについては強いです。で参加してきたのでちょっと全体像だけしか理解ができなかったというところなんですけど、全体像としては先ほど山口さんからあったようにEGI だったり UDAT だったりジャンプだったりというような彼ら自分自らのことを インフラストラクチャーとこの会合では呼んでいるわけなんですけれど、そういったところが集まって、で2016年の4月にユーロピアンのクラウドイニシアティブというのは発表されたわけですけれど、それに向けてじゃあお互い調整していこうということで第1回目の会合として集まりました。でそういう形なわけですけれど、ユーロピアンクラウドイニシアリは2016年にできたばかりなわけですけれど、ここら辺 の真ん中 の, この青い箱の中に入れているものというのはそれぞれグリッドであったりネットワークであったり5年前10年前から始まってもすでに歴史があってやっているわけなので、会合の中ではこういった機関が一堂に会したのは今回が初めてであるということは何回も言われましたし、こういう会合ができたのはいいことだというようなことが言われていました。で次のページをお願いします。で会合全体を通じたテーマとしてロングテールへのアプローチをどうするかという話がありました。で先ほどの小宮山さんがプラゲでしたけど、ひたすらこのダイナスと恐竜が出てこの尻尾の部分をどうするかという話になってました。で小宮山さんの方では研究データのロングテールという話でしたけれど、こちらの場合は研究コミュニティであったり研究機関のコミュニティ の, ロングテールをどうするかという話になってました。というのも先ほどの e インフラ5つぐらい5つ使うのを挙げましたけれど、基本的にビッグサイエンス、高エネルギーであったり地球科学であったり天文学であったりというようなここに大きなコミュニティをハイエンド山下さんのことでいうハイエンドなコミュニティを扱っていた対象としていたわけです。でただユーロピアンオープンサイエンスクラウドというのはそういったハイエンドのコミュニティだけではなくて全体に対してそういったサービスをサービスというかそういうインフラを提供していこうという話なので、このロングテールの部分に対してどうしていくかということが非常にトピックとなっていました。でロングテール側の方はそういう研究環境インフラ環境を利用するだけの知識とかスキルが欠落しているし、
別に自分たちはそんなものを使わなくてもいいと思っているという感じ形に素通りしてしまっているわけなので、この人たちにどうやってアプローチしていけばいいのかというようなことがポイントとなっていました。で、私自身はとりあえずオープンサイエンスで日本ではどうやっていくんだろうということが非常に疑問だったので、とにかく会合で会う人会う人にお前たちオープンサイエンス、イロピアンオープンサイエンスクラウドというのができたけれど、一体どういう次のネクストステップは何なんだというようなことを聞いて回ってきました。で、印象としては何か特別なものをこれからイロピアンオープンサイエンスクラウドというものがビジョンが示されたので、何か特別なものをやらなくちゃいけないというよりは、いや今までやってたものがもうすでにオープンサイエンスだよというような表現のことが表現をされる方が非常に多かったです。で、ちょっと待ってください。で、そういうような形なので、今までやってもったもののサービスを基本的には提供するだけでオープンサイエンスだけれど、ユーロピアンオープンサイエンスクラウドというものの中で そこら辺の抜けている枠部分を埋めていくということになるだろうというような話をされていました。で、アプローチとしては、だからインフラ、既存インフラを有効活用してバーチャルリサーチエンバイロメントというものを実現していくということと、ビッグサイエンスからロングテールへというところと、あとここは一つポイントだと思うんですけれど、アカデミアのサービスとして研究インフラとして作っていくわけなので、データ管理とログ管理基盤というものを中心に構想しているというようなことが理解されました。で、日本も同じようにやっていければいいんでしょうけれど、日本自体はちょっとログのオープンアクセスというだけで研究データ管理というものが科学技術システムの中にあまり根付いていないので、ここにどうやってうまく既存のものというと何を既存のものとして持ってくるのということも含めて問題なのかなという難しいのかなと思いました。あともう一つ会合でのテーマは SME 中小企業 の利用をどうやって促すかということのポイントになっていて、日本はそこがビジョンに入っているのか入っていないのかちょっとよくわからないところですけれど、そういう